ビレンドラビール・ビクラム・シャハの画像ビレンドラビール・ビクラム・シャハデブは、ネパール王国の第10代君主。第9代、マヘンドラの長男。1945年12月28日、ネパール王、マヘンドラビール・ビクラム・シャハの息子として生まれた。1959年、イギリスのイートン・カレッジに入学し、1964年に卒業するまで在籍した。 卒業後はネパールに戻り、国内の各地を歩いて冒険する旅に出た。1967年には東京大学に留学し、新日課としても知られていた。大学に留学していたビレンドラに、熱海の植物ともの会が桜と梅の種を献上し、その返礼としてヒマラヤ桜が贈られた。また、同年から翌1968年にかけて、ハーバード大学にも留学し、 政治学を学んだ。1972年、父マヘンドラ国王の法御に伴い、ビレンドラが即位した。1980年5月、父マヘンドラが創設した、正当性を否定する、パンチャーヤ都性の是非を問う、国民投票が行われ、僅差で存続が決まった。1990年4月、民主化を求める声が高まったのを受けて、パンチャーヤ都性を廃止し、 11月には複数政党制基本的人権などを認める新憲法を交付。新憲法では主権在民が謳われ、国王は国家と国民の統合の象徴であるとされ、ネパールは立憲君主制へ移行した。これにより絶対君主制に終止符が打たれ、ビレンドラは解明的君主として国民の厚い信頼を得た。翌百九十一年五月、 新憲法に基づく複数政党制による総選挙が行われ、ネパール会議派が第一党となり、ギリジャー・プラザード・コイララが組閣した。だが、高度な報道の自由を認めた結果、政治家の腐敗が明らかとなり、政争は激化し、会議派、統一共産党、国家民主党などの短命内閣が相次いだ。2001年6月1日、ネパール王族殺害事件で、 アイシュアリア王妃、第二王子、ニーラージャンラと共に射殺された。事件の犯人とされる長男のディペンドラ王大使が、意識不明のまま即位したが、3日後に崩御したため、弟のギャネンドラが即位した。ありがとうございます。